大阪大学基礎工学部電子物理科学科物性物理科学コースの関山です。国体複写の公式導出のために使われるボルツマンの原理ですが、これを用いると古典論における等分配則が導かれます。少しだけ脇道になりますが、これも古典論で国体複写の問題に取り組むときに不可欠な内容になりますので、この動画で説明いたします。なお、この説明では、みすゞ書房から出版されている友永慎一郎先生の量子力学1の最初の部分を参考にしております。皆様、よろしくお願いいたします。粒子の状態がをミクロに全部考えてですね、Q1、Q2、ダダダッと来て、QF、P1、P2、ダダダッと、この範囲にある確率がこれで与えられる。ということで、確率分布というのは与えられているわけですから、今度はこう考えたときに期待値を計算することができるはずや。一つの自由度に対する期待値ですね、これを求めることができる。で、今考えていることは何かというと、 P と Q、 座標と運動量が連続的だということです。そうすると、この期待値はどうやって求めればいいのかというと、確率分布が与えられているので、分母はこのまんま。分子はこれですと。これに、そのいわゆる分布をかけて、これを積分しましょうと。これを考えましょうということになります。で、これが、実は分母もですね、これはE の具体的な形が与えられれば、解析的に計算できることもあるんですが、今、ちょっとそこは踏み込まないで、運動量に関しては明確な関数になっているということで、これを考え、これはですね、こう書けるわけです。だからこの V、だからそのいわゆるポテンシャルあるいは相互作用のところはちょっと形わかんないけど、運動エネルギーに関してはこういう形で明確になるというわけです。で、これを計算しようということなんですね。で、今度これでは結局分子の積分どうしましょうっていうのが悩みどころなわけですが、これはこう考えればよろしいわけですね。結局こういう積分するときに問題になるのは PI、 1個の PI、 この中にいっぱいあるうちの PI に対する例について積分するとどうなりますかっていうことを考えます。で、そのためにこの結果を逆算するために、これをまず PI で微分してみましょう。はい、これ微分しなさい。微分はできるはず。はい、微分しました。2が降りてきて、とこう書きます。で、これと、ここで何をするべき、何を考えるべきかというと、この部分と、これ事情になってるか。この部分ですね、を比較しましょうってことなんで。けど、この人事情やってなるわけです。はい。で、ちょっと整理すると、なんかでうまくいきそうでもう一工夫いるかもしれないということですね。で、これを考えましょうなんだけど、これは実は部分積分を考えればよろしい。だからこの人っていうのは今ここにいますね。これと PI というふうに分けます。で、これは部分積分、できるはずですね。というのは、これ今、ここにまっすぐ引っ張った方は、これというのは、この関数を PI で微分したら、この項が出てくるので、これは積分できるはずですと。はい。積分したらこうなりますね。で、この PI 残ります。マイナス無限大かプラス無限大。実は、ここ、エクスポネンシャルだから、の PI 事情ってなっているので、いくらこっちがですね、プラスマイナスで無限大いったところで、こちらの0の方が勝ちます。はい。これは指数関数の性質で勝ちます。それでですね、ここは実は消える。というわけです。次に何しているかというと、この人は残したまんま、こちらを PI を微分しなさいって言った、微分したらこうです。で、符号もプラスに変わる。で、これを積分せよということになるわけですね。で、
考えていくと、これ実は計算する必要ありますかっていうと、今の時点では実は計算しなくてもよろしいということになる。どういうことかというと、こういう計算をしているとですね、まあこの全体、この人をなんか、まあ、とにかく有限の値を取ってラージ A と置きますと、そうすると今問題にしているこの分子の積分というのはこう書けるでしょと。つまりここ今このまだ計算ちゃんとしてないところというのは、そもそも分母で同じようにある話で、でこの PI 以外は全部この形の積分をせよっていうのはここで言ってることです。そうするとこれ戻してあげたら、結局分母と分子でやってるやるべき計算が一緒になるので、同じ値が出てくるわけです。そうするとこれは2分の KBTA になります。したら実はここが分かんないけど、ここ具体的な形分かんないけど、この部分がちゃんと約分できるってなれば、もうこれで答え出るわけですね。はい、この2つをうまく持ってきて、この計算しろ、2分の 1KBT だ、あ、そういうことです。ということで、これ連続的な分布考えていると、これは期待値がもう2分の 1KBT であるということになるんですね。で、今のは PI だけど、これは P1 だろうが P2 だろうが、まあ、全部一緒ですよね。そういうことです。ということで、これは等分配速と、要するに一つの自由度に対して一つの、につい対して、ある有限温度で与えられる、エネルギーというのは2分の 1KBT です。これが等分配速と呼ばれるものになります。これ実はボルツマンの原理ではありません。ボルツマンの原理はさっき言ったその確率分布というのがエクスポネンシャルのマイナス KBT 分の E であるというのがボルツマンの分原理であって、その確率分布が極めて連続的であるというときに等分配速が出てきます。